開発神社は、愛知県甘市場開発にある神社。漬物の神社と知られており、境内には漬物を治める、河野物殿がある。毎年8月21日の河野物祭には、多くの漬物業者が参列する。創建時期は不明。かつては、草の社、種の社、哀での森とも呼ばれた。尾張国神名町には、樹山未開発天神。 本国町の常時本には、十一以上開発天神と記された。明治になって、近代社格制度が実施されると尊者となり、先の大戦の終わる直前には、県社総統として扱われた。言い伝えによると、この土地の人々が、神前に、売り、大根、ナス等の野菜を備えていたが、海から採れた塩も備えるようになったという。やがて、野菜と塩を亀に入れて、 備えるようにしたところ、野菜が塩漬けとなり、偶然にも漬物になったという。日本穂高が統制の途中で参拝したとする伝承がある。この際に村人が漬物を献上したところ、日本穂高は、ヤブに神仏と称えた。ヤブに神仏と言われた。ここから漬物のことをこうのものと呼んだ。 その後、伊吹山で負傷した日本穂高を妻の宮洲の小びが、知り、急いで駆けつけたが、すでに、日本穂高が伊勢に帰った後で、姫は会えなかったことから、哀れの森と呼ばれるようになった。厚田神宮に、日本穂高が祀られるようになって、以来、元旦祭と、新豆祭りなどについては、こうのものを必ず、献じるようになったとされる。加圧神社の祭神、かのや姫神、 他に、奥和祭りと呼ばれる祭事が60年に一度、採業される。最近では2008年4月13日に行われた、漬物の新事であり、毎年8月21日に開催される。新事で漬けられる野菜は、カニ盛り、白菜、大根、ナスの4種類に、虫除けのためにタデを入れる。漬物は、 厚田神宮の霊祭に年4度特別放納される。新人は厚田神宮から派遣された宮手のひらが祭祀創場を行った後、参加者が野菜一つと塩を一つかみ持って瓶の中に漬ける。すべて漬け終わると亀に蓋をしておもしを乗せ終了となる。近年には周辺の畑が減少したため漬物業者が市場で購入した野菜を 河野物祭りに使用している。2009年の新時には、愛知県千田半島産の売り、岐阜県、徳島県、高知県産のナスなどが用いられている。また、漬物業者が参加するようになったことで、本来ならば、カキには収穫できない大根や、白菜も漬けるようになった。漬物業者の他には、製塩業者も、河野物祭りに参加している。2年間漬けられ、 厚田神宮に奉献されるほか、祭りの際には参列者に振る舞われる。河野物殿、河谷津神社の森は、阿波での社と称され、歌枕の地でもあった。河谷津神社の境内には、本殿、平殿、拝殿、社務所、授与所、参集所、河野物殿がある。河野物殿は三メートル四方の土壁、かやぶき、元気づくりの建物であり、 1992年8月に現在地に移転した。河野物殿の中には直径約80センチの亀が5個並べてあり、この亀に野菜と塩を入れて漬物を漬けている。かつての神木は蓮里の榊と呼ばれる。日本の私有の榊が途中で繋がったものであり、枯れてしまった後は社の中に祀られているが、この御神木の葉で祈ると、 願いは成就し両縁に恵まれると言われ、日本三大実録によれば、妖精天皇に献上された。蓮里の榊は、日本穂高を慰めるために植えたという説と、日本穂高が手植えしたとする説がある。ありがとうございます。